7. 里田温泉は、大分県武田市九十町にある温泉である。近隣の長井温泉と同様に、炭酸濃度の高さとその効能で知られる。地元温泉組合が運営する、施設温泉共同浴場の他に民宿があるだけの、山間の静かな温泉である。この温泉を含む旧九十町内の温泉はくすみ、 高原温泉郷と総称されており、武田市の他の地域の長江温泉を呼び武田、小木温泉と共に、武田温泉群として国民保養温泉地に指定されている。温泉としての歴史は古く、弥生時代や古墳時代から温泉が集落を発生させたことにより、近傍に多くの遺跡が残っていると考えられる。記録としては、奈良時代の文後国風土記に奈里田温泉や、 長湯温泉と思われる記述がある。鎌倉時代から戦国時代にかけては、この地を治めていた旧毛氏が当時などに使っていた。天正5年に旧毛観光が着手観光に、予の義財書の飾りに、交換方式修理掃除当たり猿付こと云々という教訓状を与えており、陳速も威訓を守って愛用したという。また、江戸時代の寛永三年には、 後の丘藩の第三代藩主である中川久清がここにご茶屋を建てて当時に使っていた記録が残っており湯森に米一石ごとを与えて温泉の管理に当たらせたと言われている明治に入っても温泉街としての繁栄は続いたが大分県道30号庄内九十線のルートから外れたこと戦時体制の影響昭和14年の大火災により衰退した 平成10年4月に立ち寄り温泉施設が整備され、この葉の湯、下湯2箇所が統一的に管理されている。炭酸を多く含んだ適温の湯が大量に湧き出しており、源泉かけ流しを行っている。効能は万人に対してその効果を保証するものではない。JR 九州法比本線分を竹田駅から、大野蓄電バスで30から40分。須崎または、 三船停留所下車、徒歩、約20分。平日は1時間に1本運行されるが、土曜、休日は、便が減る。ありがとうございます。